らしてさ、駆け抜けた10年振り返りはしないのさ。ただメジャーで成功することだけ考えるのさ。肩は商品、命を削ってさ、剛速球投げ込む緻密な制球はないけど、それでいい。苦しいんだ6年間イップスと散々言われた。でも本当は技術がないだけ。だから努力した。太平洋の向こうに掴むべき夢が待っていて、ポスティン、ポスティン、藤波動かしたメジャーリーグ甘くはないさ。でも藤波メジャーでもっと大きなはずの藤波みたい海の向こうで。高校時代は春夏連覇、エリート街道さ、プロ入り3年連続二桁勝。順風満帆だったのにな、どこで何を間違えたんだろう。デッドボール連発、黒田に睨まれ畑山に切れられ探す。